M48 パットンは、アメリカ合衆国が開発した第二次世界大戦後、第一世代型主力戦車である。愛称はパットン。パットンシリーズの第三弾 M46 パットン、M47 パットンの後継戦車である。朝鮮戦争の勃発により急遽開発された M47 の後継として開発されたが、朝鮮戦争には間に合わなかった。 さらに部隊配備開始直後に確認されたソビエトの新型主力戦車である T-54 は本社を上回る合計 100mm の手法と装甲を持つと分析され部隊配備開始とほぼ同時に口径となる M60 の開発が開始されて配備された。そのためアメリカ軍で主力戦車として用いられた期間は短いがベトナム戦争では 派遣部隊の主力戦車として用いられた。後に手法を 105mm 砲に変更した改良型が M60 の部隊配備開始後も周辺部隊を中心に配備されて運用された。アメリカ軍のほか冷戦下の西側諸国に広く供与され、それらの国では独自の回収を加えた型が長らく使用されている。アメリカ陸軍は M47 が収益した。 直後の1950年12月には、早くも M47 の後継車両の開発を決定した。M47 は M4 シャーマン中戦車に代わり、第二次世界大戦後のアメリカ軍や西側諸国の主力戦車となるべく開発中であった T42 中戦車を、1950年6月の朝鮮戦争の勃発に伴って、急遽、 M46 の車体に T42 の砲塔を搭載する形で完成させたものであり、車体を中心に基本的な設計は第二次大戦型のままであり、不具合も多く様々に問題があったためである。クライスラー車に発注された新型車両には T48 の試作番号が与えられ、朝鮮戦争への投入を可能とするため、1952年4月までには、 舞台配備が可能であることとの条件が与えられていた。クライスラー社では M47 の設計を徹底的に見直し、まずは M47 で発生した振動、衝撃問題を回避するために位置を砲塔中央部に変更した新型のステレオ式側遠期と弾道計算機を搭載した。さらにパルスリレー式の砲塔旋回制御装置を搭載。 弾道計算機と連動した高精度の砲塔、方針制御を可能とした車両を設計し、これを T48 として軍に提示した。T48 はエンジン及びトランスミッションは M47 と同様のものだが走行装置を改良し、アメリカ軍の戦車としては初めてステアリングハンドル式となっている。同時にサスペンションも改良され、M46、 47をしのぐ、機動性の発揮が可能となった。T48 は、各種試験において、すべての面で M47 を大きく超えた性能を、示したが、砲塔内が狭すぎるという点が M47 において、問題点として指摘されていたことから、砲塔を新設計のきっ抗型とした、T48E1 が開発された。さらに車体を T42 中戦車の設計を、 発展させた船型車体とし、補助操縦士を廃止して操縦士のみとした操縦席を車体の左右どちらにも偏らない中心軸線上に配置した新型車体とした T48E2 が開発された。T48E2 は試験の結果 M47 に代わる新型戦車としてふさわしい性能を持っていると結論され1953年3月の 試験終了と同時に 90mm 砲戦車 M48 として正式化され量産発注が行われた。しかし開発が完了するまでに軍が求めた期限を12ヶ月も超過しており、同年7月に急戦した朝鮮戦争には部隊配備は間に合わなかった。さらにソビエト連邦軍が配備を進めている新型戦車 T-54 は西側戦車よりも 威力の大きい長方診 100mm 砲を装備し、装甲防御、機動性ともに勝っていると判断されたため、M48 は、部隊配備と並行して、さらなる改良と設計を刷新した、新型戦車の開発が必要と結論され、M48 はそれらが完成するまでの暫定的存在という位置づけとなった。M48 は、 1952年から1959年に1万2000両製造。初期型はガソリンエンジンを搭載していたが、航続距離が短い上に直撃弾によりすぐに引火した。加えて、敵弾が砲塔を貫通して、砲塔旋回用の油圧計を切断した際に、駆動油が上院区画内部に勢いよく流出することがあり、その油の発火点が、 摂氏百四149度と非常に低かった。そのため上院区画での火災発生が多く、ダメージコントロールにおいての重大問題が判明した。このため、1974年の第四次中東戦争において、イスラエル国防軍の車両が被弾した、上院区画内に火災を発生させて死傷者を出したり、車両の焼損が多発、これらの解決のため、m 六十の開発と並行し、 エンジンをディーゼルエンジンとし、砲塔駆動機構を改良した M48A3 が開発された。1970年代中頃よりは、M48 は M60 への更新が進められ、前線部隊の装備から外されて、予備役部隊や周辺に移管されていた。アメリカ軍は、これら M48 の手法を、M60 と同じ51口径 105mm 戦車砲、 M68 に換装するとともに、エンジンやトランスミッションを M60 と同一のものに換装することで、M60 並みの戦闘能力を持つ M48A5 に改修することに成功した。1990年代中期には M48 は、周辺部隊も含めて、アメリカ軍から完全に退役したものの、各国で現在も多数が使用中。 アメリカ軍の M48 には、M47 や M60 の退役車両とともに、射撃訓練や各種兵器の実射標的とされたものも、多く、各種の試験で標的とされて破壊される映像を見ることができるほか、アメリカ、ワシントン州の焼きマトレーニングセンターでは2010年代においても、実射標的として配置されている。M48A1、M48A2 c ベトナム。 戦争時の M48A3M20 機関銃が、外付けに回収されているイスラエル型のウルダン級ポラ、と 105mm 砲など、近代回収を施した M A、M48A5M48DB ベトナム、戦争にて火炎を放射する、M67 火炎放射戦車 M1A ブラムスの、エンジンを吊り上げる M88A1 装甲。 回収者アフガニスタンに派遣された、米海兵隊の M88A にハーキュリーズ、装甲回収者 M247 サージェントヨーク M48A に、アベルブムンスター戦車博物館スペイン陸軍の M48A5E に、ありがとうございます。